大学学科能力測減略称学則は台湾で実施されている試験制度。高中生の大学進学に必要な基礎学力を備えているかを試験する大学入試システムの一種である。財団法人大学入学講師中心が試験を実施し、受験資格は台湾の高中3年生、卒業生あるいは同等の学力を有すものとなっている。 願書は11月に提出し、1月末から2月初めにかけて試験が実施される。過去はねこうと称される統一入試が実施されていたが、台湾の大学入試試元化政策により学則制度が施行された。その特色は、学則で志願者の基礎学力を測定し、一定の成績以上の志願者が大学県選入学あるいは、 大学講師分発入学試験を受験できるシステムとなっている。受験費用は団体申請の場合 950NTD、個人申請の場合は 1000NTD となり、低所得家庭の子女は受験料が免除される。最初の学則は1994年である。学則は大学入試の第一大会であり、その試験目標は下記の4点とされる。 高中の基礎学力と知識の有無大学教育を受ける基礎知識の有無学業内容と生活との結合、あるいは多分や知識の結合を図る理解力及び応用力の確認現在学則の試験科目は下記の通りである。国語英語数学社会理科2009年から新学習指導要領の実施に伴い社会科の内容が変わり、 現代社会と三民主義がなくなり、公民と社会に変わった。学則は、受験生を0.1点の単位で点数付けを行うものではないため、点数をそのまま成績とする方式ではなく、各科目を15段階に区分する、9分制を採用している。学則は5強化あるため、全体としては最高で75段階の評価となる。定義として、 まず得点が0点のものが09分となる。言い換えれば、1点でも取得すれば09分にはならないことになる。1点以上の点数の9への換算は、まず上位1%の受験生の平均点数を15で割り、この点数を各級の幅と定義する。前述の通り、まず0点のものを09とし、以降は先ほど求めた級の幅ごとに1級分、2級分と定め、 最高を1 5分とする。ある年の学則受験者が16万1567人で100点満点の試験を行った場合、9分の決め方は以下のようになる。受験生の上位1%に当たる人数を求めると、16万1567、100イコール1616 16人となるため、上位1616 16人の点数の総和を求める。 この点数の総和が15万1497点であったとする。次にこの上位1%の平均点を求め、さらにこれを15で割れると、15イコール6.25点となるため、これが9区分の幅となる。実際に点数を9区分に当てはめる際には、まず0点のものを0九分とする。その後、2で求めた幅ごとに、0.01点から6.25点を1級。 分、6.26点から12.50点を2級分と、級分けを行い、81.26点から87.50点が14級分となる。最上級の15級分については14級分よりも高い点数のもの全員となるため、この場合は87.51点以上が全員15級分となる。上記の級分性の他に、受験者の人数分布をもとにした。 評価の目安もある。全受験者の打ち替えから一定の割合の人数となる特典に以下の名称が付けられている。2006年1月22日に行われた学則の国語の試験台2部の門1においての語の意味を問う問題が出された。これに対して受験生からは多くの批判が寄せられた。ありがとうございます。